おはようございます。ティレット申します。ドラゴンクエストモンスターバトルロードビクトリー実況プレイ始めていきたいと思います。それにしてもね、なくならない、いやなくなるんだけど、なくなるスイッチ、なくならない転売、私はちょっと遺憾を覚えてます。はい、なんかよくあるじゃないですか、 YouTube でさ、スイッチ抱えて爆死したとかさ、 YouTube の動画でよくあるじゃないですか。誇張は過ぎます。実際問題、田舎のね、うちのような田舎ではですね、スイッチの品不足がね、品薄が続いてます。有機 EL 何の話ですかっていう話で、まあ、本当にない。うん、だからなんだかんだでさ、プロコンとかもないんよね、周辺機器のね。だからあれやね、転売屋がね、ちゃんとうまいこと橋渡って息してるんですよ、結局のところね。汚い大人やな。本日の武器を見てください。奇跡の剣です。また神妙なものが出てきたと皆さん思っているでしょう。見てくださいよ、このバランスの取れたステータス。ああ、行きましょう。バランスこそ正義。お供はリリパとボストロールです。バランスどこ行ったんだよ。ここまでやりたいことが分かりやすいパーティー、そうそうねえぞ。大魔王戦とかでやってて、課題があるんですよ。それは、大魔王の攻撃が強すぎて、まあ、攻撃を耐えられない。3000あってもね、普通に削ってくるのが赤目大魔王とかね。白目でも削ってくる連中はいますけど、サリとってね、ベホイミアの回復に手を回したら火力が足らないんですよ、そういうやつだって。ということはですよ、まあ、今更ながら300回で言うのもなんですけど、攻撃しながら回復できる技って、すごい強いんじゃねえかたははは、威力がかすいんだよ。そうそう、ほら、91回復するの。うん。今回は勇者で奇跡の剣持ってます。さあ、回復です。回復って言いつつ、これは武器を投げますんで。行くぜ、ヒットポイントを奪う、行くぜ、カスみてえな試してどうやんけ。ほら !101 回復、このターンだけで190ぐらい、もう、大差がついてるわけですよ。これって、すごくないですか、これってすごくないですかって言われてもね、皆さん困惑すると思うんですけど、あー、まあ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 。さあ、ボストロール。ボストロールが問題なんだけど。さあ。だから190ぐらいもう回復してるから、回復技連打で、かつ攻撃していけば弱いわけはないんですよ。よくよく考えたら。で、そういう攻撃を持ってる奴らって本当に限られていて、こういうことするしかなかったんですよ。僧侶で同じような構成を取ろうとすると、魔法意味に変化してしまうわけですよね。なので、勇者で、奇跡の剣を持ちました。さあ、さあ、いけ!当たれば回復!あふー!ターン終時にこうやって66の回復も挟むから、だいぶ回復できんじゃねえか。だってこのターンだけでさ、もう、まあ、うまいこと言ったら200ぐらい。200だって一旦に200奪ったら、だいぶ違うぞ。うんうん。これでかいんじゃないかなと思ってます、僕は。300回にして何を言ってんのかっていう話ですけど、いや、私は思いつきで作ったパーティーなんでね。はい。思いつきで作りました。さあ、対戦でもまあ、いなくはなさそうだけどな、こんなパーティー。しかしまあ、決定打の足らんこと、これ。いけ!当たらんし。当たらんしさ。吸い取らんしさ。火力低いしさ。9大点がもう1回戦で浮き彫りとなっておりますが。果たしていかがなものか。大魔王戦にこれは持っていけっていいものなのか。そういうし、ね、持っていっていい代物かどうかすら怪しくなってまいりました。ボストローラ低耐久だしよ。なんで1回戦目でいきなりこんなさ、悲しい目に遭わなくちゃいけねえんだ。おい、大丈夫かねえ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 。ボストロールめっちゃ切られてるけど。むしろさ、HP の大差をさ、埋める、ね、なんか広げるどころか埋められてない?さあ、当たれば回復します。いきます!よいしょー !OK! 回復!これで回復92!うぅ!おぉ、いいね。これでね、神話の上も回復するからね。勇者の鎧、ね、勇者じゃないと、神話の鎧回復効果持ってくれないんで、ターン終了時の回復の90っていうのは積み重ねていくとだいぶでかいんじゃないかな。なんだかんだでね、まあこのバトルだけで400ぐらい稼いでるんじゃないかとは思うんですけど、回復を。いや、いいね。なんか、いやらしい戦法だね。ね、ちっこくね。粘り強く戦っていきましょう。よいしょー
勇者99の回復がこれ。おお、でも101回復したよ、また。ほら。まあ、相手からしたらさ、やべえ、このパーティー不死身なんじゃねえかと思わせるほどね、耐久力ありますね。いいね。相手がね、ちょっとね、絶望しそう。不死身なんじゃねえかと思わせられそう。うんうん。怪しいところでございますが、皆さんね、突っ込みたいところは多いかもしれませんがね、見守ってやってください。この戦い、彼らの戦いを見ていてください。こうでもしないとボストロールを使う気にならないんです、僕は。いけ!おぉ!ハポイント!うまーぞー!スイートリーだ!おら !91! いいね、どんどん回復していこう。さあ、4ターン目だ。まだ大丈夫。まだターンに余裕はある。そしてね、どんどん回復していってる。相手はね、ちょっと疲れてると思う。相手は疲れてると思うんだわ。相手の疲労を狙います。精神的な疲労を狙おうと思ってます、僕は。やっぱ、集中力のいるね、一本勝負とかで、ね。どんどん、やっぱ戦いが長引くのは避けたいって人も多いと思うんですよ。そんな中でこうやってねちっこく戦うんで、いやらしいなと、相手に思わせること。うん。そうすることでね、勝利へと導くわけですよ。その行動は。ほら、見てください。これね、多分今までの回復がなければね、多分やられてますね。ちょっと待って、今までの回復がなければ確かにやられてるな、これは。この調子だとな。あ、行くぜ!とどめやー!うん、回復!負けるぞ、これ。勇気が溜まったね。状態で2回戦にやってきました。つまり、こいつらはどうなるか、わかりますよね。処刑が確定します。なんてかわいそうな。ザラキ。ん?ザラキ。ザラキ、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 ザラキーマン。多分、ザラキーマンがさ、攻撃技として出現するのさ、モンスターとか外伝を含んでもこれだけじゃねえかな。ザラキーマン!モンバトやってるとザラキーマンがこれに見える。お!続くぜ、この動画。どうであれ続く気ではいたけど。さあ、勇気ゼロから始まったね。あれ?これはまさか?言わすとおりで、儲けられませんでしたからね。さあ、この動画で儲けられるか、ゲーマー。しっかりね、ベホイミとかと違い、スイートリアや回復はね、攻撃技になるんで、まあ、勇気の溜まりも大丈夫だと思うんですよ。で、相手は打撃弱点のゲーマーです。これはいい感じにね、ヒットポイントを吸い取らせてもらおうと思いますよ。いくぞ!いざ!吸い取りにゃん!嘘やろ基礎威力低いな!91! まあまあまあね。さあ、ゲマの攻撃ですね。おーやばいやばい、焼き尽くしてあげましょう。ちょっと待って、それはまあ、聞いてないな。ヤッホー、ボストロール、ボストロールの耐久ファンをどうするからな。HP を強引に上げたはええけどさ、ボストロールにさ、爆地要素がなくなっちゃったんですよ。回復で、回復しない。さあ、行け!回復かミスか、癒しの一撃いきます。いやーん!いやん!ぶっちゃけ A 技の方が強くねっていうね、声があると思うんで、ここら辺でちょっとやりましょうか。狙いを定めて、ね、弓を引き絞る!うん。普通に A 技で戦った方が、いや、強いんじゃねえかという皆さんのためにね、ちょっと見せようと思います。いけ!奇跡の幻影!炸裂!おいしょ!うん、このドヤ顔ですよ。うん、多分だけど、いや、もしかしてじゃなくても、これは A 技で殴った方が強いんじゃないかと。でもそれを言うと、今回の動画のコンセプトがなくなってしまうんで、なしです。さあ、コンボ振ります!振り払う!行くぜ!うわ、強いわ、こいつ!さあ、つばぜにしましょうか。このねちっこいパーティーっていうのは、一つ前提条件があるんです。それはつばぜり合いを、勝つ前提であることですよ。そうじゃないとね、何のためにね、ねちっこくやってるかわかんないですからね。ただの遅延ですよ。はい、動よ。オーケー!いいねー!いいゲージ取ったねー。よし!オッケーイ!オッケーオッケー。まあ、これであとはもうねちっこく戦えば勝ちですよ。うんうん。ねちっこく行きましょう。ストライカーの打ってるけどね、君ちょっと。行くぞ!必殺!仕事人、あれー!
さあ、当たれば、さあ、当たればヒットポイント90だから、いや、いけ、おー、いくぜ、あーん、いいやん。じゃあ、まあ、勇気ためよっか。うん。君たちがその手たらくだから、勇気をこれ使わないとダメだわ、これ。あ、で、2発とも当ててくれたらね、普通のメレル溜まってんだけどね。まあ、いいでしょう。このターンにね、適当にしのいで勝ちですよ。さすがに。まあ、さすがにね、吸い取りの矢、行くぞ、せーの。吸い取りの矢って実はね、こうやって90回復してるときや、回復しないときっていろいろあるんですけど、本当にごく稀にめちゃくちゃ回復するときあります。それがこの動画見れるかどうかはちょっとさておくけどな。いや、外れてるんだよね。ちょっと、君たちさ、命中率どないなってんの、ま、という、まあ、この方ように、まあ、命中率が非常に低いので、話を前に進ませてくれやんか、ちょっと。ゲーマーさんもちょっと呆れてるで。何ですか、もう。ユーたちも教科書で習ったはずです。本気は当てなければ意味がない。もう本当にその通りだと思います。本当に、はい。本当にもうその通りだと思います。あなたは言う通りですよ、ゲーマーさん。おお、いけ、天空かかどうとし全く回復とは縁のないこの子が出てきましたが、まあ皆さん、ゲマなので。いけ！何ですか、あれは！いやーん！ゲマは今回も多分収益ダメだろうな。はい、この動画の収益はゲマさんに与えられることになりました。どうぞよろしくお願いします。ん？ん？ここはどこだ？ミルナントカさんが出ると思ってた？いやいや、来ましたね。魔人うーん、お前たち、回復の力がどれほどか、私が試してやろう。なんで出てきたんですか、あなた。いや、まあ、しかしですよ。一音が攻撃しないみたいなもんなんで、ドレアムって。そこをつければ、全然粘れると思うんです。あとは、まあ、今回の理論通りね、ちゃんと打点を稼いで、かつ、まあね、回復 ?HP が足りるかどうかを検証するには、ちょうどいい相手ですよ。ダークドレム。なんだこれ。勝った。いや、君たち先に動きすぎなんだよな。まあ、一応はいいんだけどさ。あんまり変わんないから。いくぞ！スイートになる！せーの！いや、どうなってんねん、これ。まあ、逆にこれで威力が高かったら壊れだったからな。まあ、ボストロールは力が高いからね、決めてくれるといいやん。いいやん、もう今日何やってんだ、あなた。おたけびから入る。ダメージ地味に入るからな。ここのダメージを回避していこう。まあまあまあね。あー、もう何をしに来たんだ、今日は君は。君は一体何をしに来たんだ、今日この戦場に。吸収といえばスペシャルカードだとね、ミラクルソード注文がありまして。あれもね、ダメージ与えた分回復するっていうちょっとね、変わったスペシャルカードなんですけど、この企画にね、バッチ合っていると言っても過言ではない。さあ、打点が足りるかどうかが怪しくなってまいりました。非常に怪しいです、もう。なんか。まあ、吸い取りで、癒しの一撃も会心が出るわけじゃないからな。ここ。まあ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 、攻撃はね。まあ、ここは素直に受けよう。受け止めます。まずは。いや、ボストロールちょっとなんか、偉いことやってるけど。なんか、大惨事起こってないか、つばぜり合わせます、今から。とりあえずつばぜり合わせて、とりあえず回復しましょう。はい、つばぜり合わせて勝って、こっちで回復しましょう。うん、問題はこのつばぜり合わせに勝てるかどうかが非常に怪しくなってまいりました。ゲージ的にもオーブ的にも怖いような気がするんですけど。はい、ここよ。おお、まあ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 だね。まあまあのところだね。さあ、これで勝てなきゃ全てが終わる。俺の理論が終わってしまう。うわー、俺の回復理論を見せてやる。よしよし、じゃあここから打点取っていこうか。回復しつつ打点取らなくちゃダメだよ。いくよ、ちゃんと回復して、回復しない。いけ、癒しの時期回復しろ。90だけでもでかいから。てか、お前当てないとダメだって。オッケー、よし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 、よし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 。確定数これできっと変わるから。おー、いいねいいね。変わる変わる。変わるから。ところでまだ1200しか削ってないの？君たち。嘘でしょ？信じられないんだけど。ちょっと君たち信じられないんだけど、この火力は。
大丈夫大丈夫、ここで吸い取れ。あーもう吸い取れない。何のためにその技振ってんだ。ストライカーを振ってくれ。それなのに回復でどうだ。いけ、投げろ投げろ剣。よしよしよし、100にも回復した。でかい。よし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 、これで5ターン目はもう普通に攻撃した方が強いっす。多分回復しなくてもいけたんじゃないかと私は思っておりますが、まあちなみにわざわざ回復なんて挟まなくてもよかったのではと皆さん思ってるでしょ。僕も思ってますから大丈夫ですよ。おー、まあここは素直にギガデインでも打つかミラクルソード打つようなね、 おバカな悠長な真似はありませんのでボーダー全然足りてねえんだもん。だってボーダーが足りてねえんだもん。はい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 、いいよいいよ。まあ、ここはね、回復の過剰回復も相まってね、余裕で耐えてくれます。まあまあ1600もあるのはでかいな。よし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 、さあここからとどめボーダー乗せれるかどうか。いけ、発射、いいよいいよ。さああともうちょっと、もうちょっと、お必殺することに来るか。さあ開始率 20% に振るよ。おらー、よっしゃー、いったー。さあダメ押しだ、いけ、当たればヒットポイント吸収します。いきます、よし当てた。やばい、すごいわ、あすごいわ、白目とは言えねえ、よくこんなのでドレアも倒したな俺もびっくりだわ。ザナキ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 よく勝てたリリッピちゃんの会心なかったら終わってたじゃねえかよ、若干ボストローに毎回ヒヤヒヤさせられるな。でもまあコンセプト通りのチームになった気がしないでもないですね。うん、結果も回復いらなかったんですけどね。